こんにちは、ゆうです。新婚夫婦、落とし穴死亡事故とは、誕生日のサプライズに用意された落とし穴のせいで、新婚夫婦が生き埋めとなり、死亡してしまった事件になります。それでは、事件の詳細を見ていきましょう。この落とし穴死亡事故に関しては、妻が夫の誕生日用のサプライズイベントにと、落とし穴を引っ掛けることを思いついたことから始まりました。その後の妻は事件当日の昼頃に友人たちと一緒に大崎海岸に向かい、5、6時間かけて巨大な落とし穴を掘っていました。奥さんが夫の誕生日用のサプライズイベントにここまでの労力を費やしていた理由については、4ヶ月前に結婚したばかりの新婚夫婦だったことが大きかったようです。奥さんが突拍子もないサプライズイベントを思いついた理由については、事件2日前に放送されていたバラエティ番組秘密の荒木ちゃんのせいではないかとの説も存在します。秘密の荒木ちゃんの放送内容としては、おもてなし企画として巨大な落とし穴に桜井翔を落とした後で花火を打ち上げて感動させるといったシーンが放送されていました。当時の嵐といえば、2010年にオリコンの年間ランキングトップ10に6曲ものシングルをランクインさせた絶頂期でした。そのため、奥さんが嵐のファンでなくても秘密の嵐ちゃんの視聴者だった可能性は高く、新婚夫婦落とし穴死亡事故はテレビ番組に安易に影響されてしまった結果起こった事件だったのかもしれません。重労働を終えて自宅に戻った奥さんですが、その日の夜10時頃に夫を誘い、再び大崎海岸を訪れています。そして、大崎海岸到着後の二人は、予定通り夫婦揃って落とし穴に転落。ただし、大量の砂で覆われていたせいで、ブルーシートが簡単に落下しなかったため、足を取られて頭から転落する羽目になってしまったそうです。その際に、ブルーシートを覆っていた砂だけではなく、落とし穴周辺の砂まで崩れてかぶさってくる形となり、上半身が砂に埋まり、身動きが取れない状況に陥ってしまいました。落とし穴の際、友人たちがクラッカーを持って周囲で待機しており、落下時の悲鳴を聞きつけてすぐ現場に駆けつけています。それから、119番通報までに、45分もの時間を費やしている友人たちですが、この致命的なタイムロスについて警察側が問題視したとの報道がなかったことを踏まえると、当初は自力で助けようと穴を掘り返していたのかもしれません。ちなみに、暗闇の中で砂に埋まる人間を救出することは相当に困難だったようで、通報を受けて駆けつけたレスキュー隊ですら、二人を病院に搬送するまでに25分もの時間がかかっていました。病院に搬送された後の二人については、死亡が確認されており、死因は窒息死でした。新婚夫婦、落とし穴死亡事故については、そもそも落とし穴を巨大に作りすぎたことが全ての不幸の原因だったのではないか、との意見が主流的となっています。また、情報番組などでは、頭からの転落を防ぐために、簡単に踏み抜ける発泡スチロールで落とし穴を覆うべきだったとの意見に加えて、2メートルも落下した場合マットではクッションにならず怪我をするといった指摘もありました。事前の安全検証を徹底しているテレビ番組では安全な一方で、一般人が見よう見まねでやってみると重大な事故につながりかねない危険な企画は案外多いのかもしれませんね。以上、ゆうがお伝えしました。コメント欄より感想をお待ちしております。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いします。